こんばんは。あ、タコアバター来てくれてる。ありがとうございます。上りの方も。ありがとうございます。こんばんは。みんな、様。天板になってるんですよ。そうなの。そうなんです。こんばんは。リハお疲れ様です。ありがとうございます。今日は朝からリハでした。おやすみ、おやすみ。まだ帰れてないんですね。だるまありがとうございます。凍ったバラありがとうございます。鍵盤よしみ、久しぶりに見に来れたよ。ありがとうございます。お疲れ様です。あ、マイク、ちょっと、潰しちゃってたかも。すいません。どう？置いたらあかんのか。横にしようかな、じゃあ。立てるやつなくて、こんな画角でほんとすいません。一般外れた！うわー一般外れた、ショック。それはショック。ハートとバブルありがとうございます。どうでしたか？一般。ハートありがとうございます。今日もお疲れ様ありがとうございます。はい、権利トラブル。すごすぎ。100キラキラありがとうございます。リボンかわいいね。これかわいいよね。お、ポチポチ頑張って席ゲット。おー、ポチポチ今日だったんだ。お知らせできずすいません。ポチポチ。一般先着ポチポチ。すごい。すごい。ポチポチされた方もいるのかな。お疲れ、ありがとうございます。ちょっとツイッターポスト一瞬するしか時間がなくてね、ローモバも R4、 あの副管理人みたいなやつまだ帰れなくてほんとすいません。ちょっと携帯をなかなか触る時間がなくて。赤いキャップツンツン。凍ったタコありがとうございます。凍ったバラありがとうございます。一般は抽選、一般の抽選と一般の先着と2つあります。どっちもあります。凍ったバラありがとうございます。嬉しいですね。うわー、あさってか。千秋楽全然実感ないですね。リハに追われてて。千秋楽の前からさ、世代交代の練習みんなでしたいなと思ってたけど、明日も朝から丸一日リハですね。頑張りたいと思います。え、すごい。4時44分に先着復活。先着復活ってどういう原理なんですかね。誰かキャンセルしたってこと？じゃあまだ可能性あるかもってこと？凍ったバラありがとうございます。だるまありがとうございます。そう、今日は青で気合を入れて、へそ出し青です。レッスン着、あれね、あんまり紹介したことないよね。へそで7割ぐらいへそ出し着てるかも。へそ出しっていうか、ピチピチっていうか、腕、まあ、これ腕長いクロップドーティーとかやけど、腕長いの、ちょっと腕短いのとか好きですね。めっちゃレッスン着合いに決めるのに時間かかる人なんですよ。いろいろ考えて、今日は目立つ色がいいかなとか、今日は手長く見えるやつがいいかなとか、今日はズボン色好きしようかなとか考えて、10分ぐらいレッスン着決めるのに時間かかる人です。凍ったバラありがとうございます。凍ったバラありがとうございます。そう、なかなか紹介したことないよね。今日はおしゃれなんにしました。明日はがっつりジャージにするつもりやけど、今日はおしゃれなんにおしゃれなズボンにしました。映ってないけどこういうやつ映ってほしいな。映った？ここ破れてるやつ、おしゃれなんにしました今日は。これ普段履いてるやつ。な、そうなの。今日はおしゃれなんにしました。明日はジャージにするつもりやけど、めっちゃ時間かけて考えちゃう派です。色付きなのでね、トークの姉のリハ映像のね、ちびって映ってるやつも。青やと見つけられるんですよ、かろうじて。
かろうじてリハ映像の隅っちょにいるアイネでも青やと見つけられるのでね、色付き着ること多いかも。凍ったバラありがとうございます。へそ出し寒くないよ、へそ出し寒くない、大好きです。へそ出し、へそ出しっていうかほんまにへそっていうかちょっと見えるぐらいのが大好きなので、7割ぐらいへそ出し着てる。ズボン破けてるよ言うと思いました。映った、破けてるの。そう、青テンション上がるしね、テンション上がる服選ばないとリハ期間中は。雷？あらららららら、今雷鳴ってるの？尊い、ありがとうございます。あ、お話し会ね、お話し会ねみたいな、8月31日の3部と9月1日の4部戦は全部完売になりました。追加出せたやんって思うんですけど、なんで出なかったんですかね、欲しかった、空いてるやんと思ったし、9月1日もさ、あと2つ枠余ってたんですけど、まあ、2つしかなかったからね、しゃあないですね。追加出せたやんって思ったんですが、しゃあないですね。もしかしたら来週出てるかな。でも8月31日は残り1枠やったかなね、追加出して欲しかったよね。まあその辺は何とも言えないですが、操作がね。祝完売本当にありがとうございます。初めての4部制、他のメンバーも出ないって言ってる。え、そうだよね、まあ、枠に限りがあるから、こう優先順位的なものはあるんだろうけど、ハートありがとうございますね、本当にありがとうございます。初めての3部制は、3部制全部完売は前回もあったんですけど、4部制全部完売は今回が初めてです。ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい。次は5部目指して、5部完売、追加でもうね、5部目指して、ありがとうございます。初めての2部制だったけど、ほとんど完売で、ありがとうございます、嬉しいね。か、追加欲しかったけど、4部4部なるかなと思ったけど、残り1つ空いてるから、まあ、でも街の人いっぱいいるもんね、たくさんお話できるの楽しみです。嬉しいですね、ありがとうございます。凍ったバラありがとうございます。な、お仕事お疲れ様です。喋りやすい、嬉しい。凍ったバラありがとうございます。 YouTube そうバナーからチャンネル登録よろしくお願いしますね。そうだね、早期完売の大事さを今回か立てじゃない。ハートありがとうございます。ギガがどう、ギガがあと3ギガぐらい、4ギガだ。どう、戻ってきたかな。あ、おかえり、ありがとうございます、よかった。バブルありがとうございます。1000人ありがとうございます、嬉しい。もちろん老毛も忘れてませんのでね、皆さん今日は本当にちょっと携帯触る時間がなくて、今日はでももう終わるので、リハもやってからちゃんと帰ります。全員 R4 にしてきますね。全員 R4 でいいのかな、お戻りやす。そう、概要欄に次回は千秋楽の振り返り配信するって言って、皆さんもすごい喜んでくの方がいいのかなと思って、ちょっとゲームにすることにしました。振り返り配信はショールーム。凍ったバラありがとうございます。お、31当選おめでとうございます、ありがとうございます。そうか、29と31も出てるのね。バラありがとうございます。
27、29、31と公演ラッシュが続きますが頑張ります。なんか楽器いっぱいある。今日はもうみんなでワイワイしながらもう振り起こし、今日9期が6人いたんですけど、みんなでもうギャー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 言いながら振り起こしをしてました。ギャーギャー言いながら、コヨタン先生がね口で振りを言うからふーみたいな、考えるみたいな。そう、みんなでギャー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 ピャーピャー言いながら振り起こししました。楽しすぎました。空き時間に振り起こしを必死のパッチでするんですけど、なんだろうねこの部屋、なんかいっぱい楽器がある。静かだから、ここが静かなのでここでやってますが、明日は朝です。朝ショールームします。ごちそうさま、一番にぎやかよ。凍ったとこありがとうございます。明日は朝ショールームします。昨日モバメにさ夜朝ショールームって書いたのにポストには夜って書いてちょっと混乱させてしまったかもしれないんですが、すいません。6時半です。はい、6時半です。お待ちしてます。またね、ハートありがとうございます。え、待ってました、すいません。モバメに朝って書いたからですよね。でモバメ送った後のポストに夜って書いたんですけど、時差があるから届くのはモバメの方が、姉が送るのはモバメの方が早かったんですけど、届くのは多分モバメの方が遅かったんですよね。だから混乱させてしまったかも。すいません、すいません。夜でした。そう、ポストに L って書いたんだけど入れ違いでしたね。モバメを読んでくださってる方は混乱したかも。ポストでお知らせしてるのでポストを読んでいただけたらと思います。20時間待機すいません。負荷がすごい。配信できない時間は大丈夫よ。ハートありがとうございます。え、そうですよね、すいません。モバメには朝、そう、モバメ撮ってくださっている方はね、あれって思ったかも。ちょっとモバメは時差もあるので時間は書かないことにするので、ちょっとポストをご確認いただけたらと思います。凍ったバラありがとうございます。夜だと止まってました。それポストの方を見てくれたのね、ありがとうございます。あ、通知ね。千秋楽握手会サマーライブとこの夏はエネルギーと共に過ごす。素晴らしい。素晴らしいですね。素晴らしい。素敵すぎる。そうね、千秋楽に握手会にサマーライブ。千秋楽の次の週が握手会かな。ほんで、次の週かな。サマーライブ。NNB とともに、でも皆さんとともに過ごす夏になりそう。課題もしつつ、うわ、3時5分まで待ってポスト見てきてた、すいません。完売おめでとう、ありがとうございます。そう、完売嬉しいですね。初めての4部制楽しみすぎる。最後が7部だったかな。7部まで残るのも初めてだ。髪伸びたよね、やっぱもう伸びたよね、髪の毛もう追いしようとしたいもん。
だるま、ありがとうございます。お、よちすき、いいね。バラ、こうたバラ、ありがとうございます。朝会えれば一日頑張れる、夜思うと会えると思えば一日頑張れます。素敵すぎるありがとうございます。素敵、ありがとうございます。バブル、ありがとうございます。え、やっぱ人影かと思ったら違った。腰痛持ちなのでスタンディアフ参加ですよね。ね、配信あるかな、今回も。どうだろう、あるのかな、ね、スタンディングなので皆さん腰の強化してきてくださいね。腰の強化追いしようと、追い切るってことハート、ありがとうございます。背伸ばしたいよね、背の順がいいよね霊的なもの、え、撮ってない撮ってないお話し会の時長くなってる。でも夏コン終わったら切る。もうお話し会、夏コンの前か、ん、後か。凍ったバラ、ありがとうございます。ハート、ありがとうございます。腰強化合宿してきて、みんな、お友達たちと。おいぼぶ、そう、おいぼぶしたい、おいぼぶ。あー、手すり前ならね、確かに手すりにも取れられますもんね。凍ったタコ、ありがとうございます。あの子、いない、あの子、やばいやばい、みんな、言っちゃダメ。去年のジップの時に買った腰のサポーターなくしたけど探しときます探してください。サポーターってやっぱ違うんですかね、使ったことないんだけど。違いますか、サポーターってやっぱり。凍ったバラ、ありがとうございます。みんな急に脅してくるんだけど、ボブミー、ボブだよボブ。ショートにはちょっと勇気がないんだけど、ボブボブ、妖精だよ妖精急にみんな落としてくるやん。すごい、アバターが上りがタコかだ。ほとんど上りかタコか、どっちか。どっちも半々、ちょっと上りが多いかな。みんなどっちの方が好きなのかな。サポーターやっぱ違うんだ。へえ、コルセットもあるんだ、効くんだ。へえ、凍ったバラ、ありがとうございます。必ずいそうなんだ。暑いけどどんな感じなんだろう。気持ち悪く。ああ、金属探知機とかあるんだ。へえ、金属探知機に引っかかっちゃうんだね。あ、苦しい。確かに確かに。今日はどっちでもいい日です。あの、好きな方を来ていただいて。あ、宣伝してくれてるのね。ありがとうございます。名前も可愛いよね。タコも可愛いよね。ハート、ありがとうございます。あ、支えてもらってる感じになるんだ。へえ。確かに夏のサポーターは熱そうですね。どっちを取るかですが、皆さんくれぐれも体調と体には気をつけて夏コン来てくださいね。夏コングッズみんなゲットしましたか？もうポチッと、ぜひポチッとしてくださいね。夏コングッズ、凍ったバラ、ありがとうございます。バブル、ありがとうございます。へー、背筋伸びるんだ、コルセット。へー、姿勢良くなるってこと？あれも姿勢良くしたい。千秋楽は DMM で
ありがとうございます。そう DMM でもぜひ見てください。千秋楽緊張するな、しないけどしないけどする感じがする。 DMM でもぜひ見てください。あれも体調気をつけます、ちょっと風邪気味なので。バブルありがとうございます。凍ったバラありがとうございます。ハートありがとうございます。現地で受け取るありがとうございます。モニカン、そうモニカンもぜひしてくださいね。モニカンもこっちが緊張する見てる側が緊張する。そうなの、みんな言うやんね。昼だけでも嬉しいですね。ありがとうございます。見る側が緊張するの、マナミン緊張するってかあんま実感湧かないですね。まあ出るさスパンが減ってたから空いてたからこう心の準備は全然できてるんだけどね。じゃ徐々に離れていってたから急に離れるとやっぱりきつかったかもしれない。あれも徐々に間が空いてたからさ、3週間1ヶ月みたいな感じで昇格してからだってあれ2回しかまだ出てないもんね、世代交代。あ、昼夜とかそういうのを考えずに、え、2回だよね出たの。デコ出しポニーした人つい最近しかないですよね、昇格してから。え、そんなに出てないっけ。あれね、土曜昼だけ、昼が千秋楽ってことですね。 DMM 最前列で正座してありがとうございます。スキメロこんなすっぴん血色なし子でもMMB48 ハートありがとうございます。凍ったバラありがとうございます。いや泣くと思うよそら、泣く泣く。でも全然実感湧かないんですよね、本当に。終わるって感じがない。心の準備はできてますが、そう終わるんだなっていう心の準備はできてるけどね。じゃん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 、え泣きに行きます昼夜泣いてください。バブルありがとうございます。6月24とこの前の23ぐらいだっけ、この前しか出てないのか。の昼夜そんな出てなかったっけ。あれね、わあ2回しか出てないか本当に。うん、心の準備はできてるけど、ソフトクリームかな本当に。千秋楽用のうちわ、うわそんなの作ってくださったんだ、ありがとうございます。泣く準備できてる、早い早い。お誕生日なんだ、いいね。昼行きます、誕生日。泣いてるのバレますよ、バレまーす目薬、いやいや、おいおいおいダメです、ちゃんと泣いてくださいね。みんな目薬ダメよ。 DMM 見ます、ありがとうございます。出てないから全然世代交代行ってなかった。いやそういう方いますよね、多分ヨシミンが出てないから世代交代行ってないよって方、だから多分当たりやすいっていうのもあるかもしれない。世代交代、この前の世代交代とかめっちゃ久しぶりだったから、ファンの方も申し込むのが久しぶりでめっちゃ当たってヨシミンコールめっちゃ多くなるみたいな、そういう感じなのかな。本当にこの前生誕祭かなってぐらいね、コールとペンライト多くて嬉しかったです。ハートありがとうございます。ヨシミンを泣かせてくれ、道頓堀ナイサさんの目薬、ほんまやほんまやほんまや。29まで目腫れてる、ナンバナまで、やばいやばい泣きすぎいやほんまに泣く気がする。どうやろう、全然想像つかへんし実感が湧きませんね。千秋楽っていう、落選、うわー
森カンしに来てください、ぜひ。森カンね、ほんまや、でもパンダ目になってるかも、マスカラ落ちてパンダ目かも。何十見したいと思います。あっという間や。ありがとうございました。今日の一日の疲れが取れました疲れ取れるくらい楽しかったです。ありがとうございました。明日は6時半からしますのでお待ちしてます。13位さくちゃんまんさん、ありがとうございます。12位ゆあいおんさん、ありがとうございます。11位のぼきちさん、ありがとうございます。10位森竹さん、ありがとうございます。9位そらさん、ありがとうございます。8位コバトンさん、ありがとうございます。7位大くん、ありがとうございます。6位ウーカメインの箱石さん、ありがとうございます。5位ヨンさん、ありがとうございます。4位平八さん、ありがとうございます。そして3位はデケ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 デン、ヨンさんでした。ありがとうございます。パチ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 、手ぶれすいません。2位はデケ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 デン、F さんでした。ありがとうございます。パチ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 。そしてこの配信の1位はテケ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 テン、マキシさんでした。パチ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 、ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。明日は金曜日、金曜日だよ、金曜日。やば、あっという間や、めっちゃ金曜日。え、もう金曜日か、超あっという間の週間。ほんまや、乗り過ごさないようにしないと。お疲れ様でした、ありがとうございます。パチパチ、ありがとうございます。皆さんも一日お疲れ様でした。この後ローモバー行きますね、帰る。明日も頑張ります。リハーサル朝からですが、ハートありがとうございます。お話し会完売、本当にありがとうございます。今週はお休みです。追加出るといいね。明日は6時半からしますので、よかったら、フォローと X のフォローとショールームのフォローと YouTube のチャンネル登録、3点セットでよろしくお願いします。そう、今日はクロップドティ、テンションの上がる青色で頑張りました。テンション上がるそれでは次の配信も来てくれるかな。皆さんも一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。バイバーイ。